今は遠い思い出、曖昧な笑顔の女子社員から安い花束を受け取り、昨日聞いた挨拶も浮かばず、ただ照れ笑いしかできない。淡々と年下の部長が喋り出す、私のこの人生を簡単にまとめやがる。いい人でした、慕われていた、面倒見が良かったと、あの浮くような送られる言葉。節の前の夜だっただろうか、あれからたくさんのものを私は切り捨ててきた。自分としては頑張った、誇りも少しはあるが、私は負け組なんだろう。力のない拍手が起こり、荷物を持ってお辞儀する。これで本当に終わりなのか、なぜかわからないがやけに悔しい。空になった引き出しにクリップが 2,3 本、机には取り外されたパソコンの端末、そして今二度と来ない職場を振り向けば、みんなが目をそらす送られる言葉。最後に乗る下りの京浜東北線、満員電車にももう乗ることもないんだ。会社では今頃はもう話題にさえなってない。誰もが忘れてる送られる言葉。外したら何かがほどけていった。私は歩き続ける、まだ旅は終わりじゃない。